長い夜と夜との間、まぶたにかかった砂を落とした。甘くうつろな ところまで。コーマ館の時と同じコーム。となるとやっぱりあの吸血鬼の仕業か。ん？おかしい。確かにコーマ館への道のりのはずだけど、以前来た時とは全く違う。この森、何かあるわね。ないけど、まあとりあえず私は急いでるの。道を開けてもらえるかしら。やだね。あのね、チルノもここの異変に気づいてるでしょ。とにかく原因を突き止めないと。確かにこの森ちょっと変だ。でしょ。だからチルノも私と一緒に来ない？来る？どこへ？あのお城よ。協力してちょうだい。やだね。どうせあたいのことバカにして遊ぶんだ。遊んでなんかいないわよ。だって楽しくないもの。言ったわね。協力しないならしないでいいけど。そこをどいて。それも嫌。いたいた。あ、マリさん。ようやく追いついたぜ。
なんかお店に書き置きがあったからさ。ええ、この公務の真相究明を手伝ってもらおうと思ってね。なるほど、確かにこれはちょっと厄介だぜ。あ、チルノじゃん。いや、だってあれ、まだいたの？まだいたのじゃないよ。もう、頭きた。どうなっても知らないからね。それはこっちのセリフだぜ。あ、2対1卑怯よ。一緒に行くっていう約束でしょ。言ってない言ってない、あたいそんなこと言ってないもん。え、シルノ約束破るのか。え、破るの、破るのか。約束は破っちゃいけないね。そうそう、そういえばそんなこと言った気がする。言った言った。じゃあ、あたいも行くよ。うん、一緒に行こう。よし、チルノがいれば心強いぜ。やっぱり扱いやすいわ、あの子だな。
ならもっと早くたどり着けると思ってたけど、案外遅かったわね。ごめん、誰だっけ。ホン・メイリンです。ホン・メイリン、知らんな。ちょっと高魔館の門番よ。ほら、いつもお庭をきれいにしてる。あの居眠り門番か。漢字バカか。誰が居眠り門番&漢字バカですか。にしてもよく居眠りしないで待ってたな、偉いぜ。いやってこら。ま、お遊びはこれぐらいにして、さっさとここを通してもらうわよ。望むところです。漢字だらけで読みづらいんだよ。負けたらひらがなにしてやる。行くぞ。もらうわね。申し訳ありません、お嬢様。さ、ひらがなにしてもらうぜ。ちょっと待って、本当にひらがなになってる。これでわかりやすくなったぜ。ひどいというわけで、しばらくここで不審者が入ってこないように注意することね。もう入ってるわよ。じゃあな、私たちは先を急ぐぜ。せいぜい居眠りしないようにね。なんですか。ごめん、名前なんて言ったっけ。